陸上自衛隊全通寺駐屯地資料館は、香川県全通寺市陸上自衛隊全通寺駐屯地第三営社地区にある博物館。愛称は、駐屯地資料館である。資料館は、明治31年に軍の師団司令部として竣工した西洋建築で、初代師団長、野木マレスにちなみ野木館という通称があり、平成18年から館内及び、 旧陸軍関係の資料が一般公開されるようになり、陸上自衛隊の資料も合わせて展示され、全通時駐屯地の広報館としても使われている。敷地内には陸上自衛隊の戦車や戦闘機、ヘリコプターなど用途廃止された装備品が屋外展示されている。新しく編成された第日本帝国陸軍第11師団の師団司令部として、 明治31年10月1日に竣工した、寄せ棟屋根、瓦吹き、漆喰塗りの壁という輪の要素も取り入れた西洋風建築である。乃木館という通称は初代師団長、乃木マレスにちなむ。戦後は、郵政省簡易保健局に使用された後、昭和36年1月に陸上自衛隊の所管となり、昭和36年8月から昭和56年まで、 第2教育団本部として使用された。その後、混成団本部が平成18年3月27日まで使用し、現在は第14音楽隊及び展示施設として利用されている。ありがとうございます。